ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等、この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日はオリジナルラジオ番組を作ろう、中学生放送研究会小学生放送クラブをお送りします。ラジオ高等、この番組は高等区の制作でお送りします。ラジオ番組を自分たちで制作し放送する中学生放送研究会小学生放送クラブ、ラジオ番組の企画、取材、収録などを体験し、区政や町、そしてラジオへの興味を持ってもらおうという取り組みです。さて、今回は小学生放送クラブ、豊洲西小学校3年瀬尾真希さん、大和田美香さんのオリジナルラジオ番組をお送りします。それではスタートです。美香の真希のハッピーラジオ。みなさんこんにちは。豊洲西小学校3年の大和田美香と、同じく3年の瀬尾真希です。今日は保育園からずっと一緒で、もう8年の付き合いになる美香真希コンビがお送りします。私たちは豊洲西小の3年生なので、まずは豊洲西小のすごいところベスト3を発表したいと思います。それでは早速、日照のすごいところその1、ダダダダダン、とにかくレインボータウン FM さんに近い。確かに道を挟んでお隣さんだもんね。ここから一番近い小学校。うん、間違いない。それでは日照のすごいところその2、ダダダダダン、生徒数が高等区内で第1位。イエーイ。江東区の中で生徒数が1000人を超えている小学校は3つしかないんだけど、その中でもダントツに多いんだよ。しかも私たち3年生は7クラス。他に7クラスある小学校や学年は江東区にはないんですね。ということは学校もクラスの数も立正3年は1番ってことだね。そういうこと。まあいいのか悪いのかわからないけどね。続いて立正のすごいところその3、ダダダダダン、新しくて綺麗。そこ来ましたか。なんといっても日照の開校は2015年、つまり私たちが生まれた年。おー、ということは日照と私たちは同い年ってことだ。なんだかご縁を感じますね。ほんとだね。同い年の日照で6年生まで頑張るぞ。おー、というわけで日照のすごいところトップ3でした。ところでマキちゃん、最近気になってることある？豊洲シビックセンターの横にある不思議な動物の銅像があるんだけど、あれが何なのかずっと気になってたんだよね。ということで2人で調べてみました。あれは風水という中国の占いに出てくる白虎という虎みたいな動物の形をした神様らしい。ああ、風水ね。ママがよく西の方向に黄色いものを置くといいとか言ってる。そうそう、その占いではそれぞれ4つの方角を守る神獣がいて、白虎は西を守る神獣なんだって。江東区にはそれぞれ北に玄武、東に青龍、南に朱雀、西に白虎が、そして西に白虎がいて、豊洲には白虎がいる。つまり豊洲は江東区の中では西ってことだね。調べたら京都も風水のもとに設計された都みたいだけど、私が昔京都に住んでた時もやっぱり西の方に住んでた。じゃあずっと白虎にお世話になってるじゃん。ほんとだ。しかも日照だし、白虎さんいつもありがとう。白虎だけじゃなく他の神獣も見てみたいな。そうだね。今度神獣巡りしてみたいね。うんうん、今度行ってみよう。
ところでリカちゃんは最近気になってることある？私が夏にハマったのはね、ホウセンカの水耕栽培。水耕栽培って何？夏休みに入る前に学校のプランターで育てているホウセンカを間引いたでしょ。間引いた余りのホウセンカを売るところがなかったから、とりあえず花瓶に入れておいたの。土じゃなくて水で育てるってことか。それでどうなったの？そしたらね、結構根っこがしっかり育ってすごいんだよ。白い糸がたくさん絡まり合ってるみたいで美しい。美しい？美しい美しい。ミカちゃんの感性爆発。ところで鉢植えの方はどうなった？花もちゃんと咲いたし、種もできたよ。熱帯低気圧や台風が来ても枯れなかったことがすごいなと思ったよ。うちも旅行で1週間いなくて帰ってきたらしなびてたけど、お水をあげたら復活したよ。ホウセンカって強いね。種が取れそうだから来年もまたホウセンカを咲かせようと思います。私もなんとか夏休みの間枯らさずに種ができてきたから、来年も植えてみようかな。あ、でも来年は4年生の花の観察があるのかな。そっか、確かに。それだと大変だな。じゃあまた来年考えるってことで。そうだね。それではここで一曲お送りしたいと思います。急だな、まあいいか。曲はディズニーのコンパスオブユアハートです。聴いてください。はい、お送りした曲はコンパスオブユアハートでした。本日は小学生放送クラブをお送りしています。豊洲西小学校3年生の瀬尾真希さん、大和田美香さん、オリジナルラジオ番組をお送りしてくれました。ここから後半は2人とですね、私とフリートークをしていきたいと思います。瀬尾真希さん、大和田美香さん、お疲れ様でしたまず2人にやってみての感想を聞きたいと思うんだけれども、このラジオでね、挑戦してみてどうでしたか？じゃあ美香ちゃんからお願いします。私はなんか難しい、なんか素がいっぱい出てくる文章を頑張ったとは思います。素がいっぱい出てくる、あのなんか、うん、なんだろう、だあの自分で考えた文章の中に白子とか、なんか、うんうん、はいはいはい、その裏の枝それぞれとかの場所。え、じゃあ結構練習した？あんまりあんまり難しい昨日も練習したんで。あー、もう練習したのか。どうだった？楽しさで言ったら楽しかった？緊張したのが強かった？緊張の方が強かった。強かったか。でもすごい堂々としてたね。素晴らしかったです。ではまきちゃん、どうですか感想は？文章が難しかったけど、うん、いっぱい練習してできたから楽しかった、うん、あ、よかった。楽しかったならこちらも嬉しいですけど、ちょっと緊張したよねでも2人ともね、その2人で声揃えるところとかね、すごい堂々としてたし、声もハキハキ出てて、すごいな3年生って思っちゃいました。ではここからですね、2人に豊洲西小学校についてもう少し教えてもらいたいと思います。はい、このね、さっき前半ですごいところベスト3っていう風に発表してくれたけど、ダラララララダンでねまず一つ目がレインボータウン FM に近いっていうのを選んでくれたのは、私としてもとても嬉しかったです。2人はこのレインボータウン FM ができた時というか、あれなんだろうみたいな感じで気になっていたりはしたのかな？美香ちゃんどうだろう？していました。なんだろうあれみたいな、なんだろうあれとは思ってました、うん、なんか、うん、豊町とかにもあったなとは思ってました。あー、すごいねすごい、なんか行ったことあるからあら、よく見てますね周りをね。で、あ、隣、あ、ラジオなんだって言って、今回じゃここに出てくれているってことだよね。はい。うわー、これもご縁ですね。はい。ね、まきちゃんはどうですか？なんか帰り道とか通ったりするのかな、この前を。うちはこっちが帰り道じゃない、ね、じゃなかった、うん、あっちの方向なんです、ね、反対だった。じゃあ存在は全然知らなかったけど、なんか、うん、遊びに、公園に、そこの公園に遊びに来る時とか、大江の奥の公園に遊びに行く時とかに、うんうんうん、ちょっと見て、うん、なんかあんなところにあった、うん、あんな、あったかしらあんなのって思ってたんだなるほどね。まあそうだよね、でもお隣さんだから、うん、本当にね、今後ともよろしくお願いしますまあ2年の時気づいた。あ、本当に1年の頃いなかったの。そっかそっかそっか。1年の時は違う学校だったんだっけ？はい、あ、なるほどね。なんかね、そう、豊洲西小学校、ここ隣なのに私も知らないこといっぱいあるなと思いながら聞いていて、はい、なんといっても生徒数が1000人を超えている。はい、2人は3年生、はい、3年何組ですか？3年5組です。2人とも5組、はい、3年生って何組
クラスあるんですか？7クラスあります。7クラスあって、ちなみにその他のクラスも全部7クラスあるわけではない？ではないです。3年生が一番多い、はい、3年生が一番多い。6年生は何クラスですか？6年生4クラス。5年生は5クラス。4年生は6クラス。3年生が7クラス。2年生が6クラス。1年生も6クラスです。すごいすごい、声が揃ってすごいね。そしたらさ、全校生徒集まったら本当に1000人以上。はい、運動会とかどうなるの？運動会はなんか、学年ごとに学年ごとの分かれていて、学年ごとに開催して競技をやっていくっていう。へー。で、その、うんうんうん、まだ出番じゃないよっていう子は、うんうん、教室で涼んでいます。見ながら電子黒板を見て、それ応援しますね。応援したり、なんかその様子が見れるんだ。様子が見れる。なんか、うん、工作も一応しました。へー、面白い。そういうやり方。旗を作る。赤白の旗を作りました。面白いね。面白かったそういう風に開催する運動会はちょっと聞いたことがなかったから、あ、電子黒板見ながら応援するんだなっていうのがいいね。それもまた運動会の新しい形というかね。その3年生7クラスだから、例えばその3年生全員の顔と名前とか、ね、知らない人とかもちょっといたりするってこと？みんないる。みんないる。なんか知ってるような知らないようなっていう、知ってるような知らないような人がいっぱいいる。いっぱいいます。でもそんな中で仲良しの2人が同じクラスになったっていうのも運命的じゃない？はい。ね、仲いいんだもんね、ずっとね。ずっと仲いいです。いつから仲いいんだっけ？保育園です。保育園の1歳ぐらい。保育園の1歳から仲いいの？1歳ぐらいだったよね。8年間。すごい。2人さ、普段どんなことして遊ぶの？普段は、うん、たまに、あの、学校の宿題やるために勉強会やる。一緒に勉強したり？勉強会します。あとは、なんだろう、ね、何だ、そっけ、公園かな、うん、公園で走り回ったりとか走り回ったり、うん、美香ちゃん、だいたいゲームしてる。あ、美香ちゃん、だいたいゲームしてるんだ。面白いから。すごい、そっか、仲良しなのもいいね。だからもうね、クラス離れないといいね。4年生から5年生から6年生もね、離れないでくれあと赤組、白組も分からないですよね。確かに、敵になりたくない。そうだよね、仲いいもんね。2年生、ギリギリ、だいたい、ギリギリだったよね。美香ちゃんが、いる組勝つんですよ。そうなの？私、全勝してます。全勝してるんですよ。それはさ、一緒のクラスなりたいね、まきちゃんもね。いると勝つんだもんね。いると勝つんだ。いや、そんな、そ、勝利の女神じゃん。ねえ。では、そんな仲良しの2人に、この間までね、夏休みだったと思うんだけど、はい、1人ずつね、夏休みの思い出を聞いていこうかなと思いますが、じゃあこれもみかちゃんからいいですか？はい、みんな、うん、全部みかちゃんから私はなんか、うん、エレクトーンの発表会でコナン弾いたことかな。コナン？はい、メタでコナンのメインテーマをエレクトーンで弾いたこと。テルトゥトゥ、はい、それです。テルトゥトゥ、大好き。それ弾いたんだ。はい。なんか難しいポイントとかあった？なんか、装飾音符とか、なんか、飾り音符が、はいはいはい、チャランってなるやつが、ちょっと難しかったです。確かに、コナンのメインテーマってね、トラッタ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 ッとかね、結構その、それ音符でやるの大変そう。それ重要かも。ねえ。でも頑張ったんだね、レクトンね。はい。うわぁ、お疲れ様でした。夏休みの思い出。ね、じゃあ続いてまきちゃん、夏休みの思い出教えて。私は、家族となんか旅行みたいなのに行って、ミキ大王さんっていう階段の、階段和尚の、階段和尚さん、ミキ大王さんっていう、はいはい、ミキさん人に密着取材をしました。密着取材、はい、それは夏休みの自由研究とかでやった？自由研究、学校の自由研究で行きました。階段を聞いたの？階段は聞いてない。聞いてない。その人の怖いから。怖いから、そうだよね。その人がどういうお仕事か。その場所、うん、まあいろんな場所回ったんですけど、その中の一つがショッピングモールだったんですよ。うんうんうん。で、怖いから、公園の間ショッピングモール駆け回ってましたね。でもすごい経験したね。密着取材ってね。すごいね。なかなかしなくない？汗だくだくなって帰ってきて、そりゃそうだよ ね、 ね、走り回ってたから。ミカちゃん、だって密着取材とかしたことある？したことないです。ないよね。なんかすごい体験したね。4泊5日くらい。へぇ、4泊5日いろんな、あの、すごいね、
いろんななんか、うん、ホテル行ったりとか、トータル15万5千円使ったぐらい。すごい15万。それで密着取材したんだ。すごい。そらさん、なんかびっくりしたこととかあった？こんなことしてるんですかっていうポイント、うん、すごい、うん、遠い県、うんうん、距離がすごい、距離が遠いところ、移動の距離がすごい、すごかったんだ、日本の中で、すごいです。例えば、うんうん、北海道の小樽ってところから、うんうんうん、福島遠いね、福岡まで行きます。遠いね、確かに遠いね。そういうのを、まあ、取材、密着取材して、まあ、うちは、うん、公園の名古屋と長野についてきました、うんうん、ついて行ったの？なかなか、それでまたね、教えてほしいぐらい、もっと、あと20分プラスしたいぐらいです、うんうん、なんか、うん、もう、名古屋最初の初日に出発した時は、うんうん、なんか事故で、うん、なんか高速道路が渋滞してたんですよ、うんうんうん、あ、事故渋滞ね、そうそれで、うん、それが解除、うん、なんか解除された瞬間に行ったんですよ、うんうんうん、あ、深夜4時ぐらいに家出て、うん、で名古屋に着いたのが2時なんですよ、10時間ぐらいかかった。スケジューリング的にも大変なことしてたの、まあ、もっと聞きたいけど、また2人、ね、来年もぜひ出てください。はい、ね、じゃあ最後、ね、バイバイで終わりにしましょう。バイバイ。本日は小学生放送クラブお送りいたしました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ高等、そろそろお別れの時間です。今後もどうぞお楽しみに。お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は高等区の制作でお送りしました。